ユーリールストリートファイターオールバトルビッグマッチ3。イエーイ。はい、皆様こんばんは。ストリートファイターシリーズ全てが集まるチャンネル、ユーディールストリートファイターオールバトル、スーパーストリートファイター 2X からストリートファイター5まで、その歴史を築き上げてきた猛者たちの戦いをお届けする夢のチャンネル。本日はビッグマッチと称しまして、ストリートファイターシリーズのエキシビジョンマッチを行います。本日進行を務めさせていただきますキャベツです。よろしくお願いします。そして実況の大貫さん、よろしくお願いします。もうなんかこのメンバー慣れてきて楽しくやれてますね。まだ緊張してますね。あの始まるときは本当に途中からなんかうわーとかガヤ入れ出したらすげー一人リラックスしてんなと思うけど、最初だけいつも緊張してるなっていう。今日初かもしれない、噛まなかった。あのね、噛みそうなの頑張ってるのがすごい伝わってんのがすごい緊張感こっちまで。自己紹介の時ね、今まで全噛みだったんだこれなんか噛まなくなる日あんのかなって思ついに来たね。ついに来た、うん、また次から噛むと思うよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。で、解説の秋田さんです。今日解説やらせていただきます。秋田です、お願いします。そしてゲスト解説のマッチさんです。よ、来たね。普段はあのサードのプレイヤーとして呼んでもらえてることは多かったんですけど、うん、今日はあの5のキャミー使いということで、うん、まあ、あのキャミー対あのラシードの試合を解説させていただければと思いますので、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。この間の早押せ良かったね、早押せ良かった。あのキャラさの中でよくあんな頑張ったよ。いやー、ヒューゴきついからね。だって空中の波動拳しか打てないんだよこっち。その中超頑張った。頑張ったって言ってるけど、その対価ゼロだから。何も結果出てないから。いや、なんか前回をちょっと振り返ってくださいって言って言われたから、プロデューサーによく考えたら負けてたなと思って前回じゃねえじゃん。前回だからね。リハで話してなかったとこぶっ込んでくるって、うん、やってリハでぶっ込んでたら全然この反応してくんないから。そうだね。マッチはそのいきなりこの反応してくれるのが好きなんだ。そうだよね。覚悟はしてた、うん、いいぶっ込みだね今のはね。いや、当然でしょう、うん、言ってかないとね、はい。でまあ、してビッグマッチ2なんですけど、覚えてますどんなだったか、うん、手前来劇集にコワコワ陣来はあれ、ね、もうまだ忘れらんない。あれすごかった。まだ忘れらんない、ね、あのだって踏まれたら終わりだよ、うんうんうん、踏まれたら終わりのところに弟子剣が、うん、手前来劇一点読みのコワシコワシ陣来は、うん、あれ今でも夢に出てくるね。そうだ、夢に。いや、ほんとそんくらいすごかった、うん、あれは。いや、ほんとすごかったら間違いない。もうなんかすごいことをみんなに言いまくった、うん、サード勢に、っていうぐらい言いまくったんだ。言いまくったぐらい、うん、あれは印象的でしたね、うん、あれは印象的。あれ試合振り返れないですか。いや、あのね、4時間かかるから。4時間かかるから。でもハイライトとかね、これまた1回、うん、その有料でこんなのやってましたよ、ね、いいですね、うん、あ、でも確かにいいかもね。小高のインタビューと弟子剣のコワコワぐらい出してもね、うん、毎回。でもあれ本当、でも弟子剣賞の試合だけ特別、まあ7先だったけど、いや本当あれ良かった。あれ7で良かった ね、うん、全然10とか100でもいけたけど、うん、個人的にはまあ5じゃ絶対足りなかったなっていう内容だった、うんうんうん、そうだね、うん、本当に2良かったよね。まあ、それを踏まえてね、今回はまたビッグマッチ3ということで ね、面白い試合が見られるんじゃないかなと思います、はい、はい。それでは本日のプログラム出ますかね。はい、お願いします。はい、スーパーストリートファイター 2X が川又 VS 4代目、それではストリートファイター3サードストライクが風呂対黒人、そして最後ストリートファイター5がガチ君対ベロレンとなってますね。はい、はい。今日これ川又さんと4代目さんっていうこのプレイヤーはあれですよね、あの奈良県氏が一押しの、はい、あ、そうなんですか。あ、4代目さんはそんな感じの伺ったことがありますね。なんか唯一認めてらっしゃる倉橋さんが見たいカードってことで、うんはい、あ、そうなんですね。カードを直接くれたお二人らしくて、へ、やっぱりすごい方たちらしいので、うん、楽しみですね。はい、これキャラ書いてくれた方がいいね、次から。川又さんが X 竜の竜対サガトなんだけど、
まあ、あと日曜日となってますけど、今日は木曜日ですね。いろいろね、成長していきたいよね、この番組も。いろいろ成長していきたい。今日も多分いろいろ成長あると思うんだ、俺らの中とか、一応 V とかもいろいろ、いろいろ成長してて、1年後にはすごいことになってるよね、多分ね。少しずつでも成長していきたい。まずキャラは絶対いるから。なるほど、確かにそうかもね。じゃあこれは、フロさんは、ヤン使いの。はい。トッププレイですね、トッププレイヤーで。黒人って誰ですか？黒人って誰ですかって、うんうん、なんか名前的になんかヒューゴとかそういう感じ？いやじゃないね、海外の人でしょ。海外の人、海外の、確かに海外のベロレ思いっきり日本語だから。黒人ってひらがなだからね。さすが日本人でしょ。大食い芸人じゃないか。いそう、大食い芸人いそう、うん、なんかどっかの店で1万円とかやってそう。そう俺がダットリー対ヤンということで、どうなんですか、秋田さん、ダットリー対ヤン。ダットリー対ヤンは、まあ、後で、しっかり解説していこうとは思うんですけども、はい、まあ、カード的には、若干ダットリーなのかなっていう感じなんですけども、うん、まあ、プロさんが今回、声援部と、天身石球体がスタンダードなんですけども、うん、スーパーアーツを変わったのを分身に変えてきた。分身技がありまして、知らない方もいるかもしれないですけど、はい、実は持ってまして、うん、それを誰も使わないからね、ダットリ戦で使ってくるということです。見どころに、いや、それ相当見どころだな。てか、ね、普段絶対、普段でも使わないんですよ、うん、なのにこの時のためになんかしたんだろうね。そうだね、そうかもしれない、うん、最近結構でもね、の試合で見てると、うん、まあ特定の組み合わせで、まあ、もともとユリアンとかには精鋭やってたりとか、まあでも使い分けて、うん、人によって使い分けてるければ。ダットリーに使ってる人っていなくない？でもダットリーには精鋭って言ってたね、うん、今後もそうなのかな、うん、そうなんだと思う。まあ、見たことない人にはね、ユンとはまた違ったね、なんかハメじゃんみたいな感じの内容になったりするからね。まあそうだね、本当にハマるっちゃハマることあるからね、面白いと思う。まあ弱い現役人だね、まあ、分かりやすく言うと。そうだね、前回の現役人見てる人には分かるけど、劣化版現役人ですから、うん、まあでも用途がまあちょっとまあ違うから、まあ、そうだね、違うから、うんうん、本当の分身なんだ、うんうんうん、本当の分身。というわけで、ちょっとルールの方を説明したいと思います。こちらはですね、はい、全試合5試合選手となってます。そしてキャラ変更不可ということになってますね。そして本番組は2カード目の黒人 VS フロ戦の途中から会員限定となっております。この機会にぜひ入会の方よろしくお願いします。そしてチャンネル会員入っていただいた方は過去の番組すべて視聴可能となってますので、うん、本番組紹介のリンク先またはチャンネルトップのアーカイブ動画一覧よりご覧ください。と今までね、全部熱い試合が見られますので、ね、うん、かなり熱いのしかないからね、うん、でも入っていただければね、もう得しかない、うんうん、だからさっき言ってたマッチ対ハヨも見れるわけだしょ。そうそう、うん、もう一生見れるからね、うん、今のもう一回見たいってなったら、うん、やめて、見たい時にいつでも見られるから俺入ってるけど、うん、その試合一度見てる見てくださいよ。いやでもね、分かるよ、あのやられ方したらね、ちょっと心折れるよ。まあそうだね、改善するとかそういうもの、ね、昔だったら、うん、あのね、基盤壊してたよ、うん、あのね、偉いと思うよ、冷静に握手してて、うん、俺は本当に成長したマッチが見れて幸せだったわ、うん、確かに、なんならあのお蔵入りされてるまであるもんね、うん、なんか喧嘩起こっててみたいなの、うん、昔だったらそれを見るところを配信したいよね。ああそれいいね。どうせ多分言い訳して終わるだけだから、うん、やめといた方がいいですよ、うん、本人の言い訳聞いても最高に面白いと思うよ。まあね、うん、はい、というわけでね、こういうなんか見たい組み合わせとかあればね、ぜひぜひ視聴者方の声とかもね、お寄せいただければね。弟子剣って言ったら弟子剣来たからね。そうそうそう、そうだよね、うん、あれすごいよね、うんうんうん、頑張んな。いや頑張りすぎだよ、うん、弟子剣はなかなか。いや埋める気みたいな埋める気みたいなどのゲームだよ、ね、それ全部最初から埋める気してたらさすがに全部だから大須明が全部消したんだって、うん、またその話する再放送ね再放送、うん、あ、黒田とかもいいかもね、サードとかで、うんうん、ストファイブやってるからね、あの人ね。今ストファイブやってるんだ。でもサードもまあなんか白黒でやってるでしょ。まあそうだね、ちょいちょいやってるけど、うんうんうん、なんかガチでなんか何先みたいなのとか見れたらな。うん、確かに確かに、うん、あ、KO 対黒だね。あー、それは KO さん来ましたよ、ついに声が届きましたよ。 KO 対黒田はね、うん、俺も見たよ、うん、ね、見たいよね、うん、見たすぎるね、はい、
ね、やっぱそういうなんか夢系やっぱいいね、うんうんうん、キャベツ対シャオハイとか何のゲームでやるのこれ見たいかいや見たい見たい九八ショーみたい九八やりたい絶対だ九八はダメなのいやそれはむしろ片手操作対、うん、いや本当そうキャベツの全力でどうなったのかな、うんうん、じゃ あのシャオハイの片手ランダム対、うんうんそんなお金取れないでしょ片手ランダムで片手ランダム対メインキャラはさすがに勝てるそれ、うん、負けるマジでそんな強いのそんな強い終わったな、ね、キャラ8ね片手で戦えるキャラが揃ってんのあそうなんだ最初はボタンの牽制が強いからあー確かに確かになんかすげえ納得させられるけど片手おかしいよねでも片手で普通にフルコンボできるって聞いたんだけど、そうそうまあできるねまあそのキャラにももちろんやるんだけど、まあ、もちろんね、うん、でもちょっとやっぱそうキャベツたいとか見たいよね、うん、ああまあそういう声がねあるのが嬉しいね、うん、まあ絶対ちょっと見せられない、うんうん、プレイヤーとで活躍してるキャベツさんはマジで見てねえからな最近そうねまあ頑張りたいんですけど、うん、はい、はい、まあそろそろねじゃあね、はい、試合の方にね移りたいと思いますはい、はいはいまあ、まずはねストリートファイター 2X の4代目 VS 川又となっておりますこちらまずインタビュー動画の方が、ね、あるということなのでそちらからご覧いただきましょう、はい、お願いしますふたちゃんなんか若い、まあ、うちの技術とかもすごく高くて、対空精度とかもバッチリ対空出たりするので結構、うん、そうですねバランスがいいプレイヤーかなと思います基本的に、球の打ち合いがもうほとんどで、先に主導権を握っていくために、縦の駆け引きとかもちょっと混ぜつつ、いい球を打てるようにいい球っていうのはその、削り以上の相手にダメージを負わせるような球を、先に打つかが勝負の鍵になるかと思います龍対サガットは、すごくいいカードですので、そうですね一番好きなカードなので、頑張りたいと思いますそうですね。やっぱり関東で一番なんか波動がうまいっていうか、最初の印象は大足波動が本当に歩いてから大足の波動が本当速いなと思って、それでそのイメージがだいぶ強いですね。そうやっぱりお互いなんかスーパーコンボがフルヒットするような。組み合わせじゃないんで、まあ、ダメージはちょっとずつ取っていくような感じでちょっとのリードが試合を決めると思うんですけどやっぱりお互いの球の飛び道具の処理の仕方っていうかそこを見てもらいたいですね最後意気込みを意気込みやっぱちょっとせっかく呼んでもらえたからにはちょっと勝ちたいです。はい、はいね、いい球っていう言葉がすごい印象に残りました、うん、ですね、はいはい。最低削りっていうね、すごいいい球っていう表現なんだね。いい説明してくれるよね。うん、なるほど。というわけ ですね、こちらの試合の方を秋田さんに解説をお願いしたいと思います。はい、ちょっとですね、これは露出が少なめなプレイヤーだと思うのですごいレベルが高いとは皆さんご存じない方もいるかと思うのでちょっと解説をじっくりさせてもらおうかなと思うんですけどいいねお願いします、まあ、それ聞きたい人いっぱいこの組み合わせ玉がメインになるっておっしゃってたんですけど川又さんもなぜ玉になるのかっていうところをまあちょっと話したいとでまあこの配信見てる方の通な方ばかりなので、うんまあ、より通になっていただきたいと通になって帰ってほしい、はい、そうですね なのでちょっと玉の動画の通いいね一旦置いといて玉の話をしたいと思うんですけど、はいうんまあ、昔のゲームで玉打ちがメインになる玉打ちが強い、うんまあ、かなりその
最近だと美化されてる部分もあるんですけど、玉打ちがその魔法みたいにね、うんうん、飛べないみたいな、うん、そういう話があるんですけど、実際のところどうなのかと。で、玉打ちが昔のゲーム多い理由っていうのは何でなのかっていうところなんですけども、なぜだと思いますか？キャベティン急に振ると来たね、キャベティン。いきなりクイズ番組玉打ちとかがないからとかじゃなくてですか？なるほど。じゃあ大貫さん。いや普通に減るし、思いっきり間違ったような気がする。いや減るからかな。ああ、なるほど、そういう減りが全然違うもん、今。それだわ、それです、うんうん、なんで答えはまあ複数あるんですけども、はい、あのまとめて言うとリスクが小さいんですね、はい、でリスクが小さい、まあ、言い方変えるとリスクリターンが釣り合ってるって言い方もできるんですけども、うん、簡単に言うとリスクが小さい。今のゲーム、うん、昔のカプコンのゲームってジャンプ攻撃ののけぞりが短く作ってあるんですよ。そうだわ。なので、うん、スト4以降のカプコンのゲームってジャンプ大攻撃とかでとりあえず触れたら歩いてなんかとかつながるでしょ、うん、つながる、うん、そういう意味でリスクが小さいんですね、うん、でなおかつコンボ目的で作られた便利な通常技が少ない、うん、で、うん、そういう目的で作られた必殺技も少ないと、うん、例えば あるじゃないか、フェイロンでね、その劣化圏あるじゃないか、コンボ用じゃないかって思うんですけども、うん、飛び短いですよね、うん、でキャンセルかかる技、中足とかキャンセルかかんないですよね、うん、そういうコンボ用に、うん、これはこうやってつなげてねって用意された通常技がないんですね、うん、しゃがみショーパンチとかがリーチが長い、うん、それが届かないから、うん、もう届く技がない、コンボがないって、うん、飛べてもそういう状況がいっぱいあると、うん、例えばバイソンとかもしゃがみ中パンチとかからおわーってきますけど、うん、ジャンプ自体がすごい短いとか、うん、そうだね、そういう制限がいっぱいあって、うん、実際ちょっと考えて打つと、うん、非常にその高いダメージをもらいにくい、うん、で弾自体もさっき減るって言ったのはそれも正解の一つなんですけども、うん、弾自体がそのジャンプ大攻撃単発、うんより減ったりするんですね。減るね、うん、同じだったり減ったりするんで、うん、リスクリターンとしては釣り合ってくる場面が非常に多いんですよ。確かに。そうなので、まあ言ってしまえばその昔の玉打ちが強かった時代の例えば小郷さんとか、うん、まあ、梅原さんとかの玉打ち感を今のゲームに持ち込むのはちょっと酷なのかなというのはありますよね。はい、梅原さんもストフォーの時に韓国の選手に一生懸命球打ったけど、あ、これ釣り合ってるじゃんっつって大ジャンプ大キックで飛ばれて、どっから飛ばれる、すごい半分ぐらい減らされて、ね、うん、置き攻めついてきてみたいな、そういうので苦しんでる時があったように見えたんですけども、うん、やっぱりだいぶそこはね、今のゲームに当てはまることではないんだよっていう話をちょっと今日、せっかく球がすごいハイレベルな球が見れる試合の前にちょっとしたいなと思った話なんですけど、分かりやすい、さすがですね。で、まあその今日の組み合わせに移らせていただくと、うん、サガットの飛びの速さが生きる組み合わせです。で、サガットの飛びの速さが生きるっていうのはどういうことかっていうと、同じ打ち合い、まあ、タイガーショットと波動拳が同じ打ち合いに見えるんですけど、同じ条件に見えるんですけども、サガット有利状況で打ててる時ってあるじゃないですか、うん、では竜が有利状況の時もあるじゃないですか、うん、ちょっと竜が押してるとかっていう時、うん、で竜が押してる時でもそのサガットの飛びが次間に合うっていう状況が非常に多いんですよ。なるほど、うん、次サガット有利状況の総裁合戦、うん、その球のラリーみたいな時に竜が入れっぱで飛んでもアパカが間に合うってことは多いんですね、うんうん、でも同じぐらい竜が押してる時でもサガットの次のジャンプが間に合っちゃうと、なる、でしかも結構な距離ジャンプ台キック届いちゃうんですよね、はいはい、横長いですからね、そう低くて長いから届いちゃうと、うん、同じ条件に見えて実は竜側はその、まあ、その安全に球を打てるシーンが非常に少ない、うん、そこがストレスな結構ポイントにはなるのかなと、うん、そうだね、はい、で、まあそのまあ、戻すとその波動読みの遠目ジャンプ台キック先っぽ、うん、で波動拳に飛べてなかった時にサガットがジャンプ台キックを押すのをやめると、うん、勝利拳空振っちゃうんですよね、はい、うん、つまりそのサガットは正解だったらジャンプ台キック一発もらえるダメージもらえるのに、うん、外れ引いた時に読み合いになってるんですよ、うん、まあ勝ちか相手のじゃんけんみたいになってるじゃないですか、その飛び毒だね、そうですね、だからその距離で竜が打ち合い続けるのは分が悪いので、うん、リスクリターンとして釣り合ってきにくいので、うん、まあ、そこは何とかしたいと、竜が何とかしたいというところなんですよね、うんうん、で
内もうちょっと内側にもっと釣り合う間合いがあるから、うん、竜の間合いがあるからもっとあの横から内側に入りたい、その前の内側に入りたいというカードになってくるんじゃないかと、遠距離戦はそういう理由でそこで打ち合うのは実はその互角ではなさそうだなっていう感じになんですよね、カードとしては。はい、でじゃあどうやってその内側に入ろうっていう話なんですけども、まず球それでも打たなきゃいけない、なんで球を打たなきゃいけないと思います、キャベツさん。そんなに苦しいのに、ジャンプ台キック、そんなに安全なのに、なんで打たなきゃいけないんでしょう。これはね、結構面白いポイントですよ。それは竜が波動拳を持っているから。いや、そこに山があるからね。それ打ちたいだけですそれ打ちたいだけなんですけど、まあ、なんだと思います波動拳打たなきゃいけない理由ですか、うんうん、多分、感覚でやってるとは思うんですけど、なんでかと言いますと、ガードすると、さっきの弾が昔は強かったっていう理由の一つなんですけど、はい、ガードバックすごいするんですね、はいはいはい、硬直も長い、非常に離れると、離されちゃうと、中入りたいのに離されちゃう、じゃあ何をすれば、さっき言った間合いから内側に入れるかっていうと、1個は垂直ジャンプですよね、垂直ジャンプでかわしてタイガーショットが画面内に残ってるうちに、次の球打てないんで歩くと、それが一つ、はい、あとは波動拳の相殺をすることで竜が下がらないと、ガードと違って、なので一瞬踏み込めると次、っていうその2点なんです。相殺と垂直ジャンプなくしては中に入れないんですよね、っていうのがまず大きなポイント、あとは今日はこの組み合わせでその難しいけどこれが大事になるっていう、多分キーになるのが起きたババン、おお出た、これ見えるかな、見える極意が、遠目前ジャンプ大キック、さっき、まあ強い理由はお話したんですけども、はいはいはい、それに踏み込み昇竜と、波動拳とショットが打ち合いで次その大キック来るんじゃないかっていうところで、歩いて寄せつつ飛んできてたら踏み込んでるんで昇竜拳の根元が届くと、はいはい、読み合いにもさせないぞという部分ですね、なるほど、はい、でその時に次もタイガーショットで外れ引いた時に、しっかり見てからガードでダメージを食らわないと、なるほど、これでもあれですよね、あのタイガーショットを見てからガードっていう簡単な、もう文字だけ見たら簡単ですけど、このゲームそれ自体がもう高度なテクニックになってますよね。そうですね、もうすごい繊細だと思います、ガンガン寄せたいのに寄せて、その過程で飛んできてたら昇竜拳と、でショットだったらすかさずガードと、それで削りしかもらわないことでガンガンプレッシャーをかけていって、その行くと、で、まあ、そこに行くまでの過程で、まあ、被弾を抑えてこれの試行回数を稼ぐと、その大足対空なんですけど、非常に多分この組み合わせ難しいんですよね、ジャンプ大キックのリーチが長すぎて、あとはそのジャンプ大キックとか上り大キックの対空もあるんですけども実は、でそれが機能する場合って遠距離なんで、で遠距離ほどそれが強いカードなんで、まあその遠距離でそれを狙い続けて踏み込まないでそれを狙ってる時間っていうのはちょっと建設的じゃないというか、発展していきにくいのかなと、はい、まあだからそのまあこれ踏み込み昇竜がいかに機能するかなと。いうのが、まあ、それ狙いまくってくるよね、そうですね、ここでダメージをもらわずにこれを狙うのかなっていうところがちょっと見ものかなというのがちょっと見どころになるんじゃないかと思ってます。はい、わかりました、ありがとうございます、素晴らしい、なるほど、ありがとうございます、私はもうどっちが勝つか分かっちゃったんですけど、はい、はい、あ、そうなんですか、分かっちゃったんだ、すごい、なんで今ので、はい、まあここはまあアンケートがあるということなので、どちら勝つかアンケートを一応取りたいなと思います、はい、それではアンケート出ますかね、出るのか、この解説聞いてもどっちが勝つか、なんか差がというふうに感じちゃうけどいやでも俺は、じゃあ俺はこれにプラス真空波動拳、僕もそう思って、そう、昇竜でなんか遠距離で弾あえて波動で相殺しないで昇竜でゲージ溜めながらとか垂直ジャンプ、しかもねこのゲーム強いのはそう、垂直ジャンプした時にかわした時に竜巻でゲージが溜めるんだよね、そう、うん、ただ弾を真空波動で抜けても1ヒットしかしないんですよ、
そこなんですよね。うん、なので手の先っちょに当たった後にガッ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 ってこと。で、ね、で遠距離でたあのゲージ貯める竜巻とか、うん、垂直竜巻とかも、うん、あのタイガーショットの上下プラスショート台の内訳を、うん、あのかいくぐってゲージ貯め続けるのは結構ハードなので、なやっぱり寄せた方がいいのかなと。なで寄せると寄せた先に待ってるのがまたそのサガットの鉄壁 の立ち小キック、うん、刺されない刺されにくいし、うん、リーチで勝ってって、うん、で小攻撃だから隙がないと、うん、まあ、そこをかいくぐっていくんですけども、うん、その前に入ると今度裏切りの波動拳とかで、うん、その、はい、足払い戦、うん、なるほどね、でその裏切り その足払い戦拒否の波動拳とかが生きてくるのかなっていうイメージですね。そこでいかに燃やせるか、はい、なるほどね、はい、はい、こんな感じです。すげえ面白い組み合わせやん、はい、出るということなので、じゃあ結果の方見てみましょう。お願いします。おお、まあ結構接戦ですね。これかなり解説生きたんじゃない？そうね、かなり生きたね、うんうん、俺も視聴者だったら1ポチって押してます。まあこれは4代目さんですね。今のだけだったらね、うん、まあもう見えてきたね、うん、内容が、うん、もう今の解説で、うん、なんか俺ならサガット使ったらいけんじゃねえかな。川端に、あ、川端龍にキャベツサガットが移動、うん、今のだよね、うん、なんなら分かったよね、うん、もう一個だけ話すと、だから近づくと龍の飛びが、うん、さっき言ったみたいに足払いが飛びから繋がる距離になったりとか、はい、あの、まあ、次飛ばれるとコンボ食らう距離だとか、次のタイガーショットに踏み込み足払いが間に合っちゃうからショットが打てないとかっていう、龍がリスクリターンで逆転する距離になってくるんですね、内側に入ると。だからあのどっちが有利っていう話は僕は分かんないんですけども、じゃあ内に行きたいんだね。いや、なんか遠距離戦ってるイメージだったら勝手に、ね、そうそうそう、うん、だ飛びが強力になるとショットもためらう場面が出てきて、うん、横に隙間ができて、うん、台足に隙間、うん、まあ、ショットが来なくなるとか、そういうところも見どころかなと思います、うん、もう遠距離で主真空ためてんじゃんこいつらって言うんだけど、ね、今日の人たちは違うんだね、この、うん、全員一同士みたいになると、うん、そうだね、うん、まあ、竜がどんだけ懐に入りたいかっていうのを見るんだよ ね、 そうですね、そんな試合になるのかな、なるほどなるほど、それこれで一生竜巻で試したら受けるけど内容全然違うじゃん、全然違うじゃん、あなたさ、そういうゲームじゃねえからね、そういうゲームじゃねえからそれは言うよね、次回いないかもしれない。倉橋がね、この2人の試合が見たいって言ってたもんね。なるほどね、いや早く見たくなってきたわ、ね、今の話聞いてすいませんだ、この一戦をね、はい、じゃあそろそろ見ていきたいと思います、はい、それでは試合の方お願いします。はい、いや楽しみだな、楽しみ、音出てないですね、こっちに、うん、ちょっとやり直しですね、はい、はい、いや楽しみだこれ、誰か川本さんも応援して42% 応援してるよね、うん、そうね、うんうん、OK ですか、いきますか、じゃあお願いします。はじめまして、川本です。龍サガットは自分の中で、負けられない対戦になるので絶対に勝ちます、うん、よろしくお願いします。顔の背高いんだけど、なるほどそこ別に本人見てて触れられて傷つく可能性あると思うんですよ。お前ゴールでしょ、一番好きな組み合わせなんで、いや頑張って勝ちたいと思います。お願いします。絶対マイク入ってるよ、ね、俺実況するのにマイク入ってなかったらやべえだろ俺なんでいるんだよって話になるか。これ多分ね、現役最強の2人なんですよ、これサッシ出たけども、うん、サッシやってないんで、サソリ君も解説出たけど、うん、もう現役は2人ともちょっと一線を退いてるんで、はい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 、多分現役最強の2人なんじゃないかな、うん、ということで川又龍 VS 4代目セガットを見ていきたいと思います、はい、お願いします。お、始まってる。まずは先ほど秋田が言ってた小径にファイヤーハード、これが今垂直ジャッケは竜巻のミスか、お竜巻、おお、これですね、なるほどなるほど、さあちょっとこのファイヤーハードが強いんですよね、近距離だとダウンを奪えるんで、うん、さあここで2でひっくり返す、お互いスパコンが溜まったがこれか、なるほど、1ヒットしかしない、うん、ただねスパコンが弱いんですよね、やっぱサガット側ね、秋田さん、玉抜けが、絶妙な使い方すれば玉抜けに活かせる組み合わせが超近距離しかもいいですよね、あ、逆に遠いと見てから行けるらしいです、はい、そうなんですか、そこら辺も、うわっさまじい攻防、これ波動打つよ、いや今ねスパコンあるから打ちないで削りもあるんでね、ガードさせたらスパコンがね、うん、連続ガードで行ける距離なんで、まずは立ち合い
下神田行け。さあ4枚目がいい感じで押してる。タイガーショット真空を食べたい。総裁総裁後ろに行かないようにやはり波動で上タイガーはしゃがんで避ける。いいねこれは。噛み合ってないし。龍が波動で押してる時に有効なんですねクラッシュが。ストフォーだったら今のがあるって中段灼熱とかつながるといった秋田さんの解説でしたが、X さんのけぞりがないので飛んだ時だけ普通に今のは大足のみで終わるという。さっきの話踏まえるとやっぱ序盤の飛びはちょっと辛いのかなっていう読み切るのは龍側が。はいはい、序盤のサガットの飛びは結構そ読み切るの相当強いですよね。ゲージも欲しいですしね。さあここで 1-0 という形でまずは球の試合。これ龍って手伸ばしたところやっぱ暗い判定でかくなってるんですかね。やっぱ波動なってますね。はい、ジャンプ台キックがすごい届きやすくなったりします、ね。はい、すっげえ踏み込み台足、うん、さあまずは総裁ここがすごいサガットが飛びやすいところなのにあえて飛ばないプレッシャーをかけているのがこれ4台目。あそこ全然飛び得のところだと思うんですよね、秋田さん。 そうですね、そこであえて今飛ばなかった。これちょっと川端君緊張気味ですかね。珍しく大足大昇竜になっちゃっているこれでも運よくお釣りもらってないですから。そうですね、出ましたね。これ波動拳打ってたら大足単発のところを踏み込み昇竜拳。先ほどの秋田さんの解説も大足大昇竜漏れてましたけど、川端さんはその大足弱波動じゃないってことですよね。大足何か意味ありそうですね。大波動を狙ってるってことリスクを知ってなお大波動の意味があるってことですね。今のはニュートラルでしっかり透かして、すごいギリギリでニュートラルで透かすっていう、これがね、ストーツうまい人のあれなんですよね。で、ガードあ、これは中盤を波動圏で見えたが、ここは安いんですかね。灼熱しかないというところを見込んで、ただ真空がある状態、これがチンとしかしない。これがきついのか。もうまだわかんない、どうなる。うわー、これ弱アパカじゃないですかね。上弱ショットですよ。だって確かに上弱ショットは考えづらいですね。確かにもうお互いちょっとこの緊張感いいですね。アパカかもしれないですね。はい、さあまずは球の打ち合い。近距離ではローで離したい、そのうちに入りたいと言っていた秋田解説では、龍がやはりこのもうちょっと内側に入りたい。ここはサガットが飛び毒のところ、そんなところにいると地上戦を逆に仕掛けてくる4代目。今の歩きも歩き勝利を狙って外れのガードですね。なるほど、食らってないので、ここも歩いてガードしてる。竜巻で下タイガーを見て竜巻で抜けて、そこでゲージをしっかり貯めて真空反対足、ギリ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 台足、最悪台足ガードさせにいっている。アパカ下台が、うおー、スイッチャーも見事。これ完全無敵で前に行くので、もう何もすることができないですよね。龍は今のは負け角ですね。はい、おー、台足に台足差し返す。竜巻は打てない。内脇が難しいですね、かわすの。あー、踏んでからね。玉打ちがうまい4代目、総裁して下がらないように。下がれなかった時は空中竜巻でしっかりゲージを貯める。大足をガンガン重ねにいって下のプレッシャーをかけていく。それを下タイガーでこれはちゃんとぶっぱぎに打ってきましたね。タイガーこれは川又取り返したい。おー、これは完全に見てからですね。波動拳を抜けてたら多分アパカ確定なのかな。真空波動やっぱあの当たり方するとやばいですね。あの当たり方すると終わりですね。あれガード差し有利ですからね。そうですね、あの使い方になるんですかね、秋田さん。やっぱ近距離に出ました、歩き昇竜。あ、おお、歩いたか、これ出なかった、これ痛い。お互いいい緊張が見えますね。踏み込み台足に垂直。さあ、ジャパパがリバーサで切り返していく。だが真空が一回打てる、打てるが打たない。今の足やばいですよ。いや勇気でしょ、今の。相当勇気ありますよね。釣りですよ、中足がその前の。そうですね、うん、真空を使っちゃうとね、プレッシャーもなくなっちゃう、ね、今の一連の流れ後でちょっと見たいですね、もう一回。開幕これかなり熱い読み合いしてますね、実は。すごい毎回熱い読み合いですね、はい。さあタイガーと波動拳の総裁、まずはここでお互いゲージを止める。
垂直した時はその竜巻、大野手と大野手がお互いがシンクロしてる形か。ここは抜けられない。あれジェノサイドになったのかな。抜けられない位置で波動拳打つ、うん、ここでタイガーショットを逆に見て龍側がシンク打っても1ヒットしかしないという先ほどライタさんの解説。これにでも使っていく体力差になった。大吉うおー歩き今めっちゃ歩きましたね。今までの試合内容と足まで怖かったと思うんだけど、そうですね、大足で今までのねプレッシャーをかけてって今の踏み込みがやっと機能したという。うお、ここで打ち合う。ここで何あれ、あ今のは台足が来てなかった場合にガードできる飛びですかね。キシビアな距離でしたね。これでサガット側が結構いい形になった。画面端から抜け出す真空は溜めておきたい。ここで溜まった、うん、チャージ完了。歩き勝利狙ってますね。歩き勝利狙ってますね。やっぱもう、まあ、寄せる台足打つな、うん、これは1ヒットしかしない。チラシタイガーもう十万の差し返しを波動は見てから。さあ4台目取り返す。抜ける前に位置調整してますね、ちゃんと踏み込んで。あれ抜けたら前段当たるんですかね。前段2、3ヒットするはずですね。まあ、死ぬからっていうのは今のは最後の1段しか当たんない距離じゃないかな、うん、まあ、いずれにしろ死ぬ、まあ、ダウンは取れるわけ。今ギリギリ連続出なかったですね。タイガー兄者タイガー。うわいい台足。何それ真空。これは削り使っていくのか、もう一回ためにやりたいぐらいの気持ちなんですかね。そうね、もうためにいきましたね、うん、ただ体力的にもこのまま勝ちたい気持ちもあるのか。さあ打ち合って、ね、打ち合ってもね、玉で溜めてもこれがあるんでね。うわこれで確定ですね。玉で溜めてもジャンプ台キックはのリスクが常にあるのと、はい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 、竜巻真空、まあ、垂直竜巻とかで貯めるにはちょっと内訳が辛いって被弾しやすいっていうところがゲージために走りにくいところなのかなっていう見えますね。竜巻打っちゃうと下がっちゃいますしね、さあまずは開幕のこの激アツな攻防。これですね、安定の飛び台足を1回ジャンプ台キー当てないところであえて歩く。ここけん圧倒タイプしまった。空対空の形になってここでは繋がらない。波動と総裁、ここは打ちたい放題。右側波動を打って、あ、そうなんだ。さあ傘での3ヒット。いや、真空回してたが早っ。ただ使いたくない気持ちもあったとは。あ、これは1真空のコマンド完成がちょっと早かったんですかね。そうざるを得なかったというか、スケールは無敵だったんですけど、ね、レバーが済んじゃったんでっていう感じかもしれないです。コマンド保存が結構短いんですかね、X とか昔のゲームは。どうなんですかね、まあ、今の場合はちょっと見てから回し始めるのはきつかったってことだと思うんですけど、ね、しっかり繋いでいく。まあ、総裁このまま4代目が勝つと結構苦しい展開になるぞ。川端これを重ねる、いや食らってもいいで出したでしょう。真空使って削りを削る、これは4台目行くのかきついか。うわこれはダブル KO。 今のジャンプ台キック上ショットめちゃ深いですよ。深いですねまずは1位波動拳を重ねて垂直ジャンプ台拳。おっ、よったドクロが、おこれは飛びが間に合わないと思ってしっかり台足して安定ダメージ。竜巻はい、うわー、4台、うわこれは美味しいが炸裂してやはり入らない。なるほど、ローリスクですね。ですね、しかも当たってもあんま減らないんですよね。だからまあ相手もあの波動読みだと思います。ジャンプ台系波動って台足つながらない場合みんな連携できるじゃないですか。はい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 、それで終わらせるつもりだったと思うんですよ、ね、なるほど。これはきついか。あ、どうなる。うわ、削り圏内どうする。どうだ。おお、リバサが出なかったという形ですかね。よく重ねたね。というかよく足払い入れましたね、ジャンプ大キックじゃなくて波動もなんかすごいことが起きまくってる、うん、リバサ出ねえだの読みやばいな。
2位がちょっと早かったが、波動拳、波動拳と今度は鎌田ペース。うわいいタイガーショット。だが鎌田もいいところにいるぞ。この距離なら対空真空もいけると。カクカクしてそのプレッシャーを負わしているようにも見える。あ、打たされた。打たされて、またけぞ。おー抜ける。位置調整しまくってましたね。4代目リーチ、ここ出せなかったので。真空を見てから1ヒット確定をに取れる。リバサ出せない。なんかスパコンこのゲームリバサで出ないとかあるでしょ、ね、あインフェルノは出せないんですけど、ね、すみません俺サガットがいなすぎて分かんないです。そうよね。あ、ジャジェナさえ出ないのか。あれ、さっきの状況すごくて、ちょっと後でもう一回見てみましょう。さっきの、そう、置き攻め、まあ、台足、下ショットに台足かなり熱かったんで。インフェルノが出なくて、ハイパーで出るようになったのは知ってるんですけど、ジェナさえも出ないので、じゃあ罪ですね、確かに、ね。罪ですね、はい。じゃなかったらさすがに重ねないでしょ、川又が出れれば。相手のミス期待するっていうのも、そういうタイプじゃないですね。難しいわね。左足、うわいい足、絶妙に。おお、しゃがみ中盤、今何読みだ。じゃあ何潰したん、多分しゃがみ大パンか中パン、手は見えてましたね。グランドかもしれない、あ、なるほどなるほど。うおー大事に大事。うわうわ、このまま4代目流れつかむか。真空玉を打っていく。川端守りきれるか。おお、ネイチャーゲー、初めてスイジャンにリスクが。多分遠距離大剣のイメージだったんでしょうかね。これはどうなる。4代目のプレッシャーもあるが、おお、これは1、取り返した。深呼吸して、おお、これは休憩。あそこは何ですか。休憩タイム。休憩タイム。おお、じゃあ秋田さんにちょっと軽くね、今の以上言った通りでしたね、やっぱり。本当ですね。内側に行きたい。逃げ出すまき全然やりませんでしたね。結構やっぱりあのゲージ溜め続けるの難しそうでしたね。相当難しそうでしたね。何発か被弾しつつ溜めるみたいになってる感じしましたね。なんか実はこれ俺そ、リュウ超有利だと思ってて、はいはいはい、そうでもないのかな。結構いい勝負って聞いたんですよ。で、まあ、その見てて4代目さんはそのタイガー2位とか、はい、あの玉抜けのスパコンとかそういう限定的な場所でしか使えない技をすごい有効に使ってきてるなっていうところで、そのせいでかなり絞りにくい感じになってる印象がありますね。あと垂直ジャンプ台キックが、あれうまいっすね、垂直ジャンプ台キックがかなり機能してて今のところ、で前飛び待ってる時に垂直されてるんで、歩き昇竜狙ってるタイミングで踏み込んでて、あれ垂直じゃんみたいな、でも垂直に対してもちょっといい距離に入っちゃっててみたいな気まずい場面があって、あれ気まずいな。で、ね、その距離で波動打ってると垂直で蹴られちゃうみたいな、はいはい、そうだね。そこら辺の守りのセンスがすごすぎて、守りのセンスやばいね。そこスイジャンと2位がその僕としてはそのなんていうか想定外というか、なんかそれをうまく混ぜられるとかなり苦しそうだなっていう。自分がメインで何年もやってなかったらわからないような作り方というですかね。師匠は3代目なのって言ってるけど全然わかんないです、ね、3代目がいるのですかね。いないです、いないです、初代、ね、初代だと思うよ、初代だけで4代目なんだと思うよ。あ、そうなんだ、かなり若く見えるんですけど、4代目さんって若手なんですかね。若手ですね、俺が辞める頃に出てきたんで、俺が始めたのが2007年なんです。すごい渋いですよね。2010年とかに出てきたのかな。なるほど、5、6年じゃないですか、やってる。サガットはでもリーグの方でも大郷さんも出てるけど、一応弱いキャラとされてるんですよね。
あのトータルで数字つけたら多分弱いんじゃないですか。下から2、3番目じゃない。無理なキャラが無理みたいな。当然スペシャリストを見てるからなんでしょうけど、全然弱そうに見えないんですよね。いやあのね、むしろ強そうに見えるんだよね。多分、うん、この2人しか使ってないんじゃないか日本で。そうなんだ。大久保さんと4代目さん、うん、こんだけやったらサートでいいわなっていう感じするけどね。はい、それではじゃあ試合の方にも乗りたいと思います。今はね、そう4対2ですね。はい、さあ川端さん巻き越え、うん、巻き返せるか。ね、るかマウントかけられるとかなりきついんで、ね。そうだね。もう行きたいとこでね行けなくなるからね。でもそれでも行かないともうきついぐらいのプレイヤーだって気づいたと思うんで。さあ川端さん 4-4 まで行ってほしいんですが。点数は量が高い。さあまずは総裁。おお。うん、これは真空ダメに露骨に走りましたね。いい波動、うんうん、さあ波動でこれはかなりリューペースですね、うん、もう遠距離から飛んでも真空対空が間に合うんで、うん、飛べねえだろってところを生かした波動拳うまい、うん、いい球打ってますね。ちょっと無理に寄せなくなってるのかなっていう印象ありますね。逆にですか、はい、まあ、最後だしっていう取られちゃうと部分なのかもしれないけど、さあこれは守りに行くのか、うん、ちょっと引いてますよね。うわこの火弾はちょっと痛そうに見えるが、アパカで避けたがこれは確定。やはりジェノサイドは出ないということで、うん、大吉、うん、もうこれは下タイガー 1.4 の先に弱殺巻き大吉確定。うおーこのニュートラル渋い。左足で逆に押し返す。真空とお互いスパコン止まったぞ。昇龍ちゃんと打っている。あー罪なんだな。そうですね、うん、取り返してちょっと顔もついてきた感じですかね。川端くんどっしりしてきましたね。さあ 4-4 まで行ってもっと試合が見たい。内容見ると全然4代目さんの方も楽しんでますね、うん、めっちゃ声入る。このゲームあれイベントモードがないから、そういう対戦でやる。そうそうそう、なるほど、ないんですよ。フリップ、フリップ、フリップないんですよ。フリップもないよね、確かに。フリップもないんだ。そうだからクレジットボタンですしか。時代ですね、時代ですね、うん、さあタイガー、このタイガーうまくかわした。真空は2回はける距離か。ここが当たらないのはやはり痛いか。左足冒険、球を打ち返 す, すギリギリ。あ4枚も負けじと溜まったらかなりいい。うわだが大きい攻め取れたぞ。回してる。この回してる。すごい。回しきれず。どっちに押すか。どっちに先が押すかっていう。今のやばい。やばいですね。コマンド完成の。しかもこのゲーム暗転するときに暗転返しができないんで完成してなかった。今の間に合ってなかったんですよね。してでも暗転返しもできる。できます。なるほど。もう真空さあ竜巻で溜めていくが画面やじきついか。4代目は逆に出したくない先端。これは何もつながらない。おお森ちゃんも投げ。これミスか。きっちりタイガー入れてるんですよ。これダイヤシ入れんのいいですよね。やっぱりおおここで近づいてきた。これロー足払いばっか打ってんじゃねえぞとお仕置き気味のロー。さあ今の昇龍もうまいですね。何も出せることがないんで昇龍拳でゲージを貯めるといった判断なのか。よし昇龍でしっかりゲージを貯めて裏切りのショットがうまいですね。裏切りのショットいいですね。真空まだ残しておきたいんだろうというね位置が伝わってきますね。垂直先ほど秋田さんの解説があった垂直うまいぞ。波動拳死ぬか投げで死なないが真空。これで川端龍取り返す。盛り上げだ。4-4か。すごいですね。これなんか編集したかのような、ね、盛り上げ方。
この流れはだいぶ龍に寄ってきてますね。ゲームメイクしてる感じしますね。かなりなんか川端くん気づいた感出てきましたね。だいぶ気づきのゲーム。さあそこでこの4代目の裏切りが出てくるのか。さあラストどっちが勝つ。ダブルリーチクリーショット辰巻ゆくで大足加藤健ファイヤーファイヤーと近距離のファイヤーは当たればダウン。そんなことを生かして勝利。しかもミヤル珍しい。こんなに変わるか。対空勝利でミヤルが結構珍しい気がするんですよね。さあここで川端が1-4台目取り返せるか。ダイヤ差し返して打ち合う。これが秋田さん解説のジャンプ台形。リスクリターンだね。おお、今度は逆にピオラセル。あちえ、ウルセット。リュウサガットどっちが勝つ。お互いピオラセルで勝ってる。しかし波動拳ショットショットが解けるまでガード控除が解けない。波動を打って波動拳波動拳。ここで足払いをさせる前にあえて行ってからの下台が、上台が下台がお互い飛びたかった。今のお互い飛びたかった。そんな気持ちがある感覚。フルセットだから飛べない。ここで4台目あえて飛ばない。打ち続ける。飛ばない。おお、諦めた空対空ジャック勝利。勝ったのは川端龍。渋すごい。渋すぎる。最後の空対空、初めて出た。何あれ、なんであんなとこ出た。いや最後に取っといたんじゃん。取っといたの。あ、これインタビューあるんですか。4代目さんの強さにだいぶ圧倒されて、かなり前半やばかったんですけど、最後なんとかまくれてよかったです。ありがとうございました。いや乾杯です。最後の上り中盤はなんかサガットとしては一番食らいたくないことですね。ありがとうございました。おー、あれ最後の中盤ってもう一回見れたりしないんですか。多分すげえ。四代目さんも最後そこピックアップしたのは、もうそこに行くまで持ってかれるまでの道筋というか理由付けがあまりにしっかりしてたんで、で最後一番ローリスクで一番機能してた垂直ジャンプに頼らざるを得ない圧力をかけられ続けて、で最後それを待たれてそれを見てから対処されたっていうので、まあ一番食らいたくないやつっていう、逃げ込んだところに待たれてたっていうのだったのかもしれないですね。そうですね。しかもその前の時に結構安定して飛んでいいとこあったのに、あえて飛ばずにプレッシャーかけて球で打っちゃってましたもんね。そうですね。いやー素晴らしいですね。すげー。大貫さん、このゲームなんで球が強いかわかりますか。持ってるからとか言ってるやつ。持ってるから打つとか言ってるやついなかった。もうね、今見る前そんな俺はもういない。分かりました。あれ見て持ってるからってサガットもうあれリスクリターン合ってねえから、たまに飛ぶとか。マジでジャンプだけしゃべるね。いやすごい言われ教わった通りだなと思って。いや秋田の教わった通りでしたね。なんで球が強いか。てかさ、 X のなんか終わった後のさ、俺らの興奮いつもやばくね。いや確かに、ね、何なんだろう ね。五先の X やばいよ ね。もう本当もうやりたいもんこれで。しかも俺いつも川端くん、4代目さんはほとんど知らないんだけど、川端くんは結構一緒に対戦とかしてて、最初ねちょっと緊張してたわ。あのね、緊張するタイプなんだ。俺対戦してていつも最終動きが悪いんだよ。だからそれすごい伝わってきて、最後はなんか本人のやりたいようにやれたなって、ね、内容明らかだったでしょ、緊張っていうか、めっちゃ緊張してるなっていうのが伝わってきて、リーチかけられてからの方がむしろね、地に足ついた立ち回りになってた。おかしいよね、普通はね。逆だろっつって緊張しいだったらね、そこをね、ひよっちゃうところだもんね。いや最後もう緊張すべて跳ねのけたジャンプ中盤で勝利、あれは見事だったね。すごいね、X 盛り上がりますね。これでもね、多分ユーネイルさんやってますね。これ
これガチっすか？ガチガチガチ。ガチじゃない？確かにだって点数もめちゃくちゃなもんね。うん、いや上の俺 5-0 食らってるから。歴代 5-0 一人だけいたわ。やめろ。あれガチですか？違う。あれ多分10やって5、あの10-0出すから。まだまだ5だ。うん、そっちの可能性も一応あるよ。そっかそっかそっか。ユーディールがそうだよね。もう無理だから。これ以上取んなくてよくねって早尾が言った可能性はあるよ。そっちがあった。いや番組擁護したつもりがなんかひどい目にしなるほどね、はい、以上ね、すごかったね。4代目対川俣の試合、うん、川俣龍の勝利となりました。ありがとうございます。めっちゃかっこよかったね。いやよかった。 PSO でスパツ X 出ないかなって。そう出てほしいね。絶対出てほしいよね。絶対やるわ、うん、とか言ってやんないでしょ。いや、やるっていうかあるんだけどね、あの XBOX では。あ、XBOX だよね、うんうん、はい、俺が求めてるのは PS4 だ、うん、今はもう PS4 だ。まあまあ確かにね、うん、そうそう、特にね、ネットなんかね、X じゃなかったらね、うん、もう本当にやるでしょ数試合は数試合はね、うん、ちょっとあと特に秋田さんの解説を聞いた時にその組み合わせでやってみたくなるね。やりたくなるね、うんうん、はい、というわけでね、次はねあれですね、それと入ったら3サードストライクに行きたいというところなんですね、はい、というところなんですけども、この辺でちょっと告知があるということで告知をさせてもらいたいと思います、はい、まずは8月27日日曜日18時よりストリートファイター5オンライントーナメントを行いますと。こちら一応優勝商品がありますと。 T2 なんですけども、こちらサンプル周品となってますけど、ほぼ新品ということになってますので、すごいね、こちらね、はい、ぜひエントリーしていただければと思います、うん、まだエントリー募集中なんですよね、はい、こちら解説このコメントの方からエントリーのページ飛べますか、うんうんうん、はい、コメントの方から飛べるということなので、ぜひねエントリーしてください。え、何人までとかあるんですか？一応ごめんなさい、全員64人だよ。64人、はい、なるほど。前回もかなり熱い試合が多かったですからね、うん、優勝ポンザマンでね。やっぱ、あ、そうだよな、ポンザマン、ポンザマン、じゃもらったの？そう、へー、うん、じゃあ今回2個目を出すということです。ああ、太っ腹っすね、さすがです、相変わらずに、はい、そしてもう一つの方がですね、9月3日日曜日、20時よりスパツ X 頂上決戦 UDL X リーグ最終日となってますね。おメンツの方がアニケン、オトチュン、オゴ、コタカ、サシシ、グンゼ、ユーレガ、フジモンとなってます。もうコタカに飽きてんじゃん。いや今ね突っ込まれ待ちでね、うまいこと。なるほどね。データ行ったよ、びっくりしたわ。そうそう、うん、途中であれ、コタカっつってテンション上げて、コタカにもう飽きたのかな全体でまだまだなるほど、はい、そうですね、はい、はい、ということでこうなっております。そして UD 格ゲーチャンネル番組スケジュールの方がありますので、そちらの方見ていただけると格ゲーの番組が全部一覧となって見られるということになってますので、ぜひ、はい、こちらを参考にしていただければと思います。はい、そしてこの次の黒人風呂戦土地より会員限定させていただきますので、この機会にぜひ入会の方をお願いします。ウルツ、ウルツスパツ、まあ確かにそうですね、はい、というわけでね、続きましてはスリートファイター3サードストライク黒人 VS 風呂来ましたね、うん、これ結構楽しみなんですよね。そうなんですよ、黒人が唯一強いゲームなんで。そうなんですよ、黒人さんがね唯一、うん、火を吹くゲームなんで、本当に強い黒人が見られるという、ね、はい、唯一のタイトルですからね、はいはい、唯一のタイトルなんで、はい、ぜひ、はい、こちらの方もインタビュー動画があるということなので、まずはそちらの方を煽って煽ってんだろうな。それではお願いします。そうですね、ダットリー使いの中では、まあ、ちょっと一段やっぱ抜けてる攻めを持ってる人なんで、しかも中の人がちょっとじゃんけん強めの人なんでまあちょっとそこをどうやって抗えるかなとは思ってました。まあかなり強い人だとは思ってます。僕がダットリーに声援部使ってるんですけど、他に使ってるヤン使いがいないんで、まあ黒人さんがその辺どうやって対応してくるかなっていうのがちょっと見どころかなと思います。最後意気込みを。結構ダットリーヤンはちょっとキャラがきついところはあるんですけど、まあ抗えるレベルではあると思うんで、まあどうやってワンチャン通していくかをちょっと考えてきたんで、その辺を見ていただければ
いいかなと頑張ります。大会でのプロさんどんな印象を持ってましたか？プロさんの印象は、まあ結構昔からやってるんですけど、最近全然勝ててない相手なんですよ。なんで実はダットリがちょっと有利だと思ってるんですけど、それでは負けてるから、あ、こいつすげえ強いなと思ってて、でも、まあ、数やる機会はなかったんで、でやっても、まあ、言い訳じゃないんですけど、こう3ヶ月半年空いて僕が久々でやろうかなと思った対戦相手が大体ハーフフローなんですよ。だから大体戻ってない状態でやらされるんで、ちょっときついなってまあでも、まあ、しょうがないなって、今の俺の腕だからみたいな感じだったんですけど、なんか今回はちょっとちゃんと1ヶ月ぐらい時間もらってちゃんとやってやったんで、まあ、勝ちたいなという感じですかね。あ、ごめんなさい、最後の方まで喋っちゃいましたね。駆け引きのポイントとか、駆け引きのポイントは、まあいつ声援部っていう、まあ、珍しい SA 使うんですけど、その SA ではめてくるんですよ。ガード困難っていうのがあって、まあ、ガード不能と言われてるやつなんですけど、それを一応コークスクリューがあれば、コークスクリューブローが SA が溜まってれば一応全部返せるっていうのが分かったんですけど、溜まってないと本当にはめられるんですね。ではめられたら大体6割7割ぐらい持ってかれるんで、だから必ずこっち1個はキープして、キープしなきゃいけないっていうのがあるんで、そこだけちょっとリスクリターンの管理がちょっと難しいかなっていうぐらいですね。であいつそれで返すは多分天神戦記隊に変えてくると思うんで、そうなったらやっとこさ、そうなると僕得意なんですよ。天神戦記隊は結構得意なんで、だからまあまあそうなったら嬉しいかなと思ってますけど、はい。意気込みを。意気込み、やっぱりね、今まで負けてるし、とはいえね、キャラは珍しく僕が言う勝ってるんですよ、キャラ勝ってるんですよ。なので絶対今日勝ちたいし、まあ、あと名古屋のテルボをはじめいろんなやつにやっぱヤンやってもらったり、あと昨日もヤックンとか、マツケン技術ヤン使ってもらってちょっといろいろ対策したんで、そいつらの分までちょっと勝ちたいですね。はい、ね、言い訳じゃないですけどってもうがっつり言い訳ですよ。じゃあもうね、サーモス言い訳から入るんで9割が9、本当9割、ね、キャラさと言い訳から入るのが9割です、うんうん、ね、何なんだろうね、ガツガツ何なんだろうね。だからそういうゲームなんじゃん。あ、そういうゲーム、そういうゲーム、そういうの言いたくなるゲームなんで、結局ブロッキングでどうにでもなるから、そう寄せられるゲームでしょ。納得できないんだね。納得できないんだ。キャラの攻略だけで全部が片付くゲームじゃないからね、結局は。だからこそ面白いところもあるんだけど、だからこそサードやってるやつはサードが一番面白いんだと俺は思うよ。あと小泉にしてはね、珍しくまあ強気、まあ割と強気にはいつね。結構やってきたっぽいですよね。いや、なんかびっくりしたね。コークで返せるんだね。ね。それは、だってさ、ダントリーのコークってさ、大体1本溜まってない、うん、溜まってない状況ってある？いや、ないでしょ。最初以外。いや、って結構タッチができないから、先行されると溜まってないみたいなこと、実は。あ、初手取られちゃうと確かにね。他と違って空振りでも食べられる、ね、もちろん溜まってることは多い、比較的多いけど、1本持っとかないとやばいって言ってたから、あ、そうだ、ね、2本はないって状況はユンヤンに対しては結構ありそうだ、ね、確かにコーク行って次の置き詰め弱いもんね。無理に触りに行くと結構リスク、ね、ザート TC だけの地上戦だけだと確かにユンヤンの全然ダトリ戦いけるからね、やっぱゲージ溜めたくてもね、なかなか、うん、はい、はい、今の話の延長戦になっちゃうんですけど、はい、これ解説そのまま、そうですね、フロさんですよね、まず、あまりここで出てきて、来たこと初めてこの番組初めて、ニューディールは初めてです。フロさんなんですけど、まず僕のイメージなんですけど、名前が弱そうですね。それから行きますよ。ここに来て名前が弱そう、いいね。解説が飽きたというところがいいね。いや、飽きたらこういうところに入れるのも面白いよ、ね、ここに来てそれから入る。名前が弱そうなのに超強い人っていう、そのギャップが一番こうすごい人かなっていう。フロさんは、まあ、特徴としては操作がまずすごいしっかりしてます。操作がしっかりしてるし、攻略のもう緻密で攻略能力もかなり高いと、はい、で操作がうまい、まあ、パーフェクトなプレイヤーだと思うんですよ。弱点のない、穴のないプレイヤーだと思います。あとは、いろんなヤンのね、いいとこ取りしてるなっていう感じもしますね。なんだろうな、
まあ KO とかそのトクラとかのその攻めの感じとか、あとは他の強いヤン使いのその守備的な立ち回りとか、すごいあのどちらも持ってる、使い分けてくるプレイヤーだなと思います。で、特徴としてはその特徴って言ったらあれなんですけど、選択肢の偏りがすごい少ないんですよね。で、その選択肢の偏りが少なくて特徴がつかみづらい、逆に。で、選択肢の偏りが少ないっていうのはヤン使いとしてはすごく大事なところで、柔らかいキャラだし、無敵技ないんですよね。先進選球隊じゃない場合はなおさらなんですけども、無敵技乏しくて柔らかいキャラで、これだけフロさんすごい勝ってるんですよね。最上位陣なんですけども、それだけ勝ってるっていうことにはまあそういうことなんですよね。その、まあ、絞らせないうまさがあると、そういうイメージがありますね。なのであのフロさんといえばここっていう感じは僕はなくて、散らすのは非常にうまくて、あの選択肢いっぱい持ってる。確かにバランスやろうってイメージあるわ。そうですね、そうね、確かに、そうです。で、勝率で言ったら、まあ、一番勝ってるクラスのヤンであるってことは間違いないので、まあ、その黒人さんとはいえ苦しむんじゃないかなと、黒人がよく言ってる、あの、本当にヤンには全然負けなくて、大会とか黒人と組む時もヤンは大体黒人担当なんだけど、最近、結構1年2年ではフローが結構本当きつくてっていう話はすごい聞いてたから、この試合結構面白いんですよね。そうですね。で、カードに関してなんですけども、まあ、ヤンの勝利パターンであるスタンが非常に絡みにくいです。で、ダットリーのスタンゲージ長いんですね。ボクサーなんで、はい、長いんです。ボクサーなんだあれ。ボクサーなんで。じゃあほぼそうなのか。なんで、まあ、スタンが非常にしづらいと。で、体力差とか火力差をスタンで補ってるヤンというキャラにとっては結構難しいカードなのかなと思います。で、無敵技が精鋭演武を選んだ場合、ね、全くなくなっちゃうってこともネックで、タクで即死まで行っちゃいやすいっていうのはあります、ね、で、受けに回るよりは なんでそう受けきれないんで、攻めた方が比較的安全なのかなと、上からも行けるしって思うんですけども、だから攻撃的に来るんじゃないかとは予想するんですけども、まあ、その対処の難しい飛びからの、ね、雷撃襲とか含めた飛びからのタクでかぶさっちゃえっていう、あの安全にかぶさっちゃえっていうのも、ダットリー対空数多く持ってまして、強力な対空が一番豊富なんですよね。で、飛びから仕掛けるのもかなり緊張感があるということで、ちょっとその行き場のない難しさがあると。で、幸いそのヤンが最も頼るべき技であるその中足払いですね、中足払いはリーチとリターン、中足払いキャンセルでトーローザンっていうね、コンボに行けるし、下段でリーチが長いんで一番頼るべき主力技なんですけども、ダットリーはこの技との相性がすこぶる悪いんです、で、あのブロッキングしたとしてもその後読み合いになっちゃうみたいな、その高いダメージが確定しないと、なので中足先端でリターンも乗ってるし、そこの相性差につけ込まないとヤンはちょっとやりくりできないのかなっていうのはありますね。で、背が低くて足が速いんで、ヤンはユンとかと一緒で、で、下がって対空でね、下がって手前に落としたり、素直に選球隊とかで対空として落としたり、あとくぐったり、その大きく分けて3つですけども、それの使い分けで散らされやすくて、そのダットリは火ダメ自体、ダメージもらう量自体は少ないんですけども、一つ一つは読み勝ちにくいよと、実は。で、一回読み勝った時はでかいけど、一つ一つはその散らされやすいよっていうところで、ちょっと捕まえにくさはあります。あと実はそのダットリー側がそのタッチのしにくさからゲージがちょっと溜めにくいっていう話をしたんですけども、大キックから EX マシンガンっていう少ないゲージで大ダメージっていうのが、その確定状況があまり来ないんですよね、ミアン戦って。そこで、つまりそのゲージが航空以外で絡めにくいという部分で、でかつちょっと溜めにくい、タッチがリスキーなので溜めにくいので、肝心な時にコークが1本しかなくて即死させられないとか、殺しきれないっていう難しさはダットリ側にもあるのかなと思います。なるほど、はい。で、まあ、黒人さんはそんな嗅覚すごいんで捕まりは絶対するはずなんで、このまま天心ないのとかも意識して2択はね、その全然遠慮なく来ると思うんで、その脱出率の高さ、そこのブロ率とか逆策の強さっていうのは結局は結構引き勝たないと苦しくはなるでしょうね、っていうところで、ダットリーだけ特殊ですからね、サードの中でも中下段からスパコンみたいなキャラっていないよね、ダットリーぐらいじゃないですか。
剣のかかと陣内か、うん、でもそれって見てからいけるじゃん、うん、あ見てからいけないって意味ではそうですね、そうそうそう、うん、完全に上下でタクがかかってるキャラってなかなかいない、うんまあ、エジサップの中継とかで見てもなかなかないんじゃな い、 ないそういうことなんか中段から、うん、本当に見えないやつ、まあうん、確かに、うん、セカンドは何も見えなかった。あそこ。何も見えない。リープの登りが当たって、で、そこからサードになって両肩になったんですよ。やば。リープの登りからジェネリープの登りはもうさすがにね。絶対無理じゃん。絶対無理。剣の中足脳剣人雷だからね。脳剣。マジか。中足。脳剣人雷。バージョンそれに上がんねえから。いやそれでなんかあんま強くないらしいよ剣。あそうなんだ。ちょっとやっぱり。だって竜とか電人2本持つとあんま強くないらしいから。へー電磁波動バンバンでもバンバンバン電磁波動拳他のキャラが強すぎてるしね あるあるだよねそう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 すごいゲームだよねそれ考えるとなるほどなるほどいや楽しみですね、はい、じゃあねインタビューじゃなくてアンケートですねそうです、はい、こちら勝つか